東川線は旭川電気軌道が同社の東旭川線と共に運営していた軌道路線である旅客と貨物の軌道運輸事業を行っていた旭川市の旭川市場と東川町を結ぶ郊外路線東川の有志を中心に設立された東川軌道が 1067mm 期間の蒸気軌道として軌道不設特許を得たが 旭川市内の軌道不設予定地沿線に人化が多く、将来も増加する見込みとの理由で動力を変更して、電気軌道として開業した。当初の起点は4条20丁目の道路上に設けられた市場駅であったが、農産物出荷と旅客利便のため鉄道省との連帯運輸を目論み、1926年に市場駅と鉄道省旭川駅とを結ぶ、 軌道不設特許を申請した。しかし、旭川駅の構内事情を理由に、旅客営業は許可されなかったため、一旦貨物船として、軌道不設特許を得た後、交通量の多い宮下通りとの交差箇所である、宮下通り18丁目付近から、市場駅までの旅客営業許可を申請し、1927年に、旭川一条駅と市場通り駅を設けて、 旅客運輸営業を開始した。ところが当初よりこの区間の旅客は少なく、10年後の1937年に朝日川一条駅を廃止して、日川一条日川市場間の旅客営業を取りやめ、朝日川駅朝日川市場間は貨物輸送のみとなった。短期間とはいえ、朝日川一条駅が旅客の起点となったことは、当時の全国時刻表にも記されているが、 従前の雑誌記事等ではほとんど触れられていない。開業後、市街地中心部への路線延長を計画するが、他3事業者との競合出願で、紛争状態になったため果たせず、旭川市議会が調停に乗り出しそのうち2社と、旭川電気軌道の計算者で、旭川市街電鉄を設立し、ほどなく、旭川市街軌道と名称を変更した上で1929年に、 最初の路線を開通させている。東川は上川盆地の米作地帯として知られており、旭川電気軌道は旭川と東川を結ぶ農村鉄道として機能し、旅客、貨物ともに重要な地域交通機関であった。開通から廃止まで電気機関車を持たず、電車が貨車を牽引していた。1929年には同社の東旭川線が開通して、 旅客運輸を開始し、翌年終点の旭山公園まで全通した。同社軌動線の全線が完成し、旭川上いわけで東川線に接続して、旭川市場まで乗り入れ運転を実施する。1949年3月27日、早朝に車庫の風呂場から出火し、車庫及び車両を消失、破損した。 全くの無傷だった電車は、東川終点に、留置の20号1両のみで、路線の損廃も検討するが、札幌市電より4輪、単車2両を借り受け、地元バス会社からのバスをチャーターするなどして、従来より大型化した心臓ボギー車100型の、竣行までをしのいだ。戦後の輸送は、貨物が1960年頃、旅客が1965年頃をピークとして、 以降は減少し、1963年から1965年には赤字に転落した。無人駅化や外中化の実施、1968年には旧旭川市街軌道の後ろ身である旭川バスを吸収して、競合路線の整理と事業の効率化を図るなどしたが、施設の老朽化と沿線住民による軌道廃止運動が高まり、毎年の株主総会では廃止。 バス転換を推進する会社側と国鉄連絡貨物輸送の存続を望む沿線農協等の株主側とで工房が繰り広げられた。1970年代に入ると国鉄総や本線の高架工事の進捗に合わせて旭川市も軌道廃止を要請するようになり貨物のトラック輸送が可能となったのを受けて農協が廃止に合意し、 1972年の大晦日を運行最終日として運輸営業を終了した。東川線、東旭日川線廃止後も、旭日川電気軌道はバス会社として制御中であり、長く一部のバス停留場の名称には、電車時代の駅の名称がそのまま引き継がれてきたが、2010年代半ば頃以降、電車時代から名称が引き継がれてきたバス停の 解消が進められている。車門は、軌道廃止後も、旭のジオレールを組み合わせた丸で囲ったデザインが、使われている。なお、旭川市民は、旭川電気軌道を、郊外電車、旭川市街軌道を、市内電車と呼んで区別していた。線路は、道路上に付設されたが、旭川市と東川町の市街地部分を除いて、 路肩部分に付設されており、郊外電車のような様相を呈していた。また、車両も鉄道用の大型のもので、路面電車のようなステップがないため、道路中央に設置された駅でもプラットホームがあった。東川線は、旭川市場始発6時40分、周発21時35分で、おおむね1時間ごとの運行であった。ラッシュ時間帯は列車を2本、換算時は1本使用。 朝日正駅で列車の行き違いがあった。全線所要時間約40分。貨物列車は貨車を電車が牽引していた。貨物運行は不定期で、旅客列車のダイヤの隙間を運行した。米の出荷時には、終夜運行を実施していた。電車の終電装置については1954年に、トロリーポールからパンタグラフへと変更されているが、車庫内に、 クレーンがあるため河川高さが高く、パンタグラフが使用できないことから一部車両については、配線まで、トロリーボールも損置されていた。交換可能駅、路線廃止に、線だって廃止された、駅事業者名は、東川線営業当時のもの朝日川電機、軌道開業後、東川駅から東川村東10号に至る、全長 6.1km のガソリン軌道が、 同名の東川軌道を名乗って軌道不設特許を申請したが、1931年に不要不急を理由に却下されている。写真中の右の一台が電動ロータリー車。ありがとうございます。